稲川は兵庫県豊岡市で運行しているコミュニティバスである。自家用自動車による有償運送で運行は日本交通全ただしバスランドウェイに委託されている。なお、豊岡市に合併される前の旧竹野町にて運行していた竹野町町営バスについても後で述べる。竹野海岸線竹野駅前にて稲川のバス停全ただしバスでは 田島地域の高齢化や人口の減少、移動手段のマイカー化等により、バスの乗客が減少しているため、合理化等の経営改善策を実施してきたが、今後さらにバス路線の休止を含めた、大合理化を実施することが発表された。そのため、豊岡市では、市営バスへの移行を決定した。経費三原線の車両詳細な運行案内は、外部リンクを参照のこと。 長栄バスのバス停合併前の竹野町が自家用自動車による優勝運送として運行していた自治体バスである。豊岡市に合併後も市がそのまま運行していたが、田舎の運行開始とともにその路線に取り込まれている。以下の路線があった。長栄バスの車両豊岡市市西洋欄、豊岡、豆地点2012交通基盤、豊岡市優勝旅客運送条例に、 竹野町町営バス運送条例の制定時期が昭和48年と、ある。ありがとうございます。